はい。ヒルビール放送局、今日のアウトプット。今日も私と一緒に、私、マコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストは、えっと、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指している、マコネこと LGBTQ の旧マコネクイアの私が皆さんに普段勉強している内容をシェアしていくという内容です。なんか今日はぐだぐだだね。<laughs> まあなんとかなるでしょう。さあ、早速。ただいまレッスン5。カロリーと栄養素とダイエットについてお話ししています。さあ、今日の問題はどうだったかな今日の問題は、足りないエネルギーは自分の体脂肪を食べて賄う。イエスかノーか。さあ、皆さんどっちだと思いますか <laughs> まあこれはね、これはね、これはね、まあそんなに難しくないよ。そう。 そういうわけで今日のテーマはこちら。カロリーコントロールの基礎知識。うーん。ついに、ついに来ましたか。かカロリーコントロール。うん。私は大嫌いです。私はめんどくさいです。私は確かにカロリーコントロールが必要かもしれないけど、カロリーは気にしてません。全く。<laughs> そんなわけですが、まあカロリーコントロールが確実だってことも間違いないんです。そんなわけでカロリーコントロールについて基礎知識を学んでいきましょう。 まず最初は、エネルギーと、最初はね、エネルギーと摂取量と消費量。うん。まあ、言葉にするとよくわかんないんですけど、要するに、食べた量と、あの、消費する量は、一致しないっていうことです。はい。そりゃそうですよね。<laughs> あの、食べた量が、食べた量を、あの、うんと、しっかり消費できたら、太りもしないし、痩せもしませんもうん。 まあバランスよく生活できている方は、もう体重ずっと一定の方は、ここら辺が、まあ、ちょうどいい塩梅なんでしょうね。羨ましいです。はい。大丈夫です。私も3年後にはそうなってますから。はい。皆さんもそうでしょさあ、さあ、続いいきましょう。一日のエネルギーの消費量が消費量、ん一日のエネルギーの摂取量が消費量を超えていた場合。まあ、要するに食べ過ぎってことですよね。食べ過ぎた場合は、まあ、 あの、排出、まあ、うんちとかおしっこで外に出ていくものもあれば、えっと、蓄積されてしまうものもあります。まあ、まあ、よく言われる、あの、汗をかいたらっていうような話、汗も、排出はもう汗も入るんじゃないですかって言われれば、まあそうなんですけど、まあ実際汗によって、あの、消費するのって、ほんとごく一部らしいですよ。 数パーセントみたい。<laughs> だから、サウナで汗かいても、喉がカラカラになるだけで、決して、えっと、体脂肪が落ちるってことはないみたいですよ。<laughs> まあね、このテキストにはそこまで書いてないので、あの、興味ある方はみんな、それぞれ調べてください。というわけで、まあ、蓄積してしまったものは、当然体脂肪となって、体に反映していきます。じゃあ、えっと、1日の消費量が下回った場合はどうかというと、 一日のエネルギー、消費量が、消費量がなくて、摂取量が消費量を下回った場合。まあ、要は、あの、運動するか何かして、まあ、痩せたということですよね。痩せた状態。痩せる場合。まあ、ダイエットってまあ、こういうことだと思うんですけども。もちろん、体脂肪が、酵素の力によってね、分解されて、消費エネルギーに変わってきます。まあね、これをどうやってやっていくかが大問題で、私はこれを、オートファジーを使ってるっていうことなんですね。 はい。じゃあ、カロリーコントロールは何かっていうことに、に、もう着眼していくと、まあ結局のところ、消費する、まあ摂取する側と消費する側を、まあ計算でね、計算で求めてコントロールしていくっていうのが、まあカロリーコントロールなんですけども、まあこの計算っていうのが、まあ一定しないわけじゃないですか。だって食べる量も、 食べる量も消費する量も、あの、大体の過程の範囲じゃないですか。もうしっかり計測できるわけじゃないんだから、まあ、それはね、本当になんか、私の中では無駄な努力をするような気がして仕方ないのね。まあ、おおよそね、食べ過ぎたか、あの、食べ過ぎたかなって思ったぐらいの、まあ、もう、本当高カロリーのものは、まあ、大体、食べ物のね、カロリーが高いものってわかるじゃないですか。まあ、カロリーの高いのを食べ過ぎたときはコントロールし、 して、あの、ちょっと、運動をしようかなとか、まあ、へ、あの、と、減らすために、あの、どうしようかなってことを考えるぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。ただね、カロリーコントロールは確かにしっかりやれば確実です。でも、私はできません。飲めしない人には無理です。<laughs> さあ、というわけで今日の問題を振り返っていきましょう。 今日の問題は、足りないエネルギーは自分の体脂肪を食べて賄う。食べる。<laughs> ここ分解って書いてもいいと思うんだけどね。うん。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、一日のエネルギー消費量が消費量を超えた場合、じゃない。一日のエネルギー摂取量が消費量を下,下回った場合、まあ、足りないエネルギーは、えっ、ー、と、体脂肪を酵素の力で分解し、消費エネルギーに変えます。 そんなわけで、まあ、かなりイエスです。はい。まあ、まあ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 、うんと、当たり前っちゃ当たり前ですよね。<laughs> じゃあなきゃ体重落ちないもん。まあ、そんなわけで、今日の問題はここまでになりますが、明日の問題はというと、カロリーコントロールの計算は確実性が高い。イエスかノーか。これはさすがに私は答えを言ってしまいましたね。 はい。まあいいでしょう。まあそんなわけで今日のあと問題はここまでになります。そう。まあ今日もね、ちょっと早めに終わったので、なんか、なんかすっきり。でもね、これからはだいたいこんな時間帯で終わると思います。まあ最初10分、20分くらい喋ったもんね <laughs>。聞く方も大変だわ <laughs>。そんなわけで、そんなわけでこのポッドキャストは毎日お昼の12時に配信しています。 とまあ、あの、ちょっとずつ、あの、視聴数が伸びてきました。はい。最初はゼロからのスタートでしたからね。<laughs> そうそう。まあ、YouTube 見るだけの人もたくさんいると思うんですけど、あの、本当、本当にあの、最初始めた時にゼロって結構割合とあるあるの話だと思いますよ。<laughs> ちなみに私のあの、 このポッドキャストで一番、あの、視聴者数が多かった、多く多かった時が、中継してないけど、100は言ってないと思う。<laughs> そんなわけで、まあ、これ、ね、いつでも、あの、数字も気にしながら、もちろん、あの、結果を、まあね、数値をいっぱい上げていって、もうちょっと、あの、ダイエットに時間もお金もかけられるようにしたいなと思ってはいるんですが、だと言っても、 我がままの私は、私の好きなようにやらないと決まらないので、好きなようにこれからもやっていきたいと思います。そんなわけで、マーコネーでした。またした。バイバイ。